前回開封したのがモンスターズインクバージョンのねミイッケシリーズだったんだけれども、今回ねなんとプーさんシリーズのミイッケシリーズ発見しちゃって、さすが全種コンペしてきちゃったという奇跡ビラゴレベルマックスザンプス。ミイッケシリーズウィニーザプー、これさ白黒、前回も白黒だったけど、ほんとあのカラーにしてほしいよね。尻尾は取り外せるよ。髪も保存したい。1枚ぐらい保存しとかんとさ、ティガーとね。で、熊野プーさんはね、なんと、あの、ブロックパーツと外すことが、分離することができるというね。で、ポットから抜き出せるよ。ピグレットの全部で4種類になっておりますると。最初はピグレットちゃんを見やすい。ポットから飛び出せるのがいいよね。ポットから飛び出ることが、まず、このフィギュア本体です。ザン。そして、頭にね、さっポットの蓋をかぶせてニョキリスト。で、これだけではあまりよくわからないので、ポットの中にスポッ。めっちゃ可愛い。待って、超可愛くない？これがピグレットね。ピグレット。そして、お次がパカリス守護。いいよ。いや、いいよ。結構重たい。まあ、クマのプーさんがね、ダントツで重たいんだけど、いいよも結構重たいですよ。ザン。可愛いし。いいよ。待って、いいよ。すげえ可愛いんだけど。さっ。うわー、でけえ。で、尻尾が、なんか取り外し可能。あ、こういうことね。尻尾が取り外し可能ですよということで、いいようです。ザン。いいよ、こうやって置きたいんだけど、俺。こうやって。超可愛くない？いいよ。尻尾も可愛いね。尻尾ブラブラ。いいよの特徴的なお尻尾。腕持って、これですよ。もうこれメインディッシュでもいいんじゃないかっていうぐらいね、楽しみだったんだけど、ティガー。ザン。降臨ティガー。うわー、めっちゃ可愛い。超可愛くない？ティガー。さっ。あ、ティガー尻尾分離パーツだね。分離パーツなので、尻尾を、ティガーの尻尾をセッティングして、あ、待って待って、向き的に、あ、こうか、こうだな、こうだな。完成ということで、ザン！やべ、やっぱティガーナンバーワンかな。俺ティガー好きだから、プーさんよりもティガーの方が好きなんだよね。だからティガーがナンバーワン。でも一応プーさんがね、すっげえてか、もうパンパンだから、もうカプセルがパンパンに入ってるからさ、でかいし、まあ一応クマのプーさんミーケということで、プーさんを最後に持ってきたんだけど、これティガー最後でもよかったよね。ティガーめっちゃ可愛いわ。完璧ティガー。ポーズもいいよね、ティガーね。ティガーのポーズもたまに、やっぱティガーいいな。俺ランドールとティガーがすごく気に入ってるな。このシリーズ、ミーケシリーズ。そして、さ、めっさ重い。なんだこれ、もう岩。岩みたいな重さになってる、クマのプーさん。熊野プーさん、この中で熊野プーさんがね入っておりまするので、早速開封して、熊野プーさんをちょっと待って、プーさん硬い。パーカリス4号熊野プー、しかもブロックパーツと取り外しが可能だという、でっかい岩が重てんだな、プーさんな。ほら、おちり、プーさんのおちり。めっちゃかわいい。ねブロックパーツは外れるよって書いてるんだけど、これだって普通に考えてさ、こうパカって割れるんでしょ？すっげえ硬いんだけど。絶対くっついてんだけど。取れない？プーさん。プーさん、取れ、待って、めっちゃ硬い。ちょ、無理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 。なんか壊れちゃいそうな気がするもん。取れたー。びっくりしたー。硬っ。お前、これ握力のトレーニングじゃねえんだからよ。もうちょっとさ、柔らかくしといてほしい。めっちゃ硬かった。今かなりもう壊れてもいいやと思って思いっきりやったんだよ、今ね。もう壊れたらしょうがねえと思って、もう一個ゲットしようと思ってさ、硬っ。クマのプーさん。あ、これコップとかにもセッティングできそうじゃない？これコップとかにさ、こんな感じ、あ、これコップだとしてさ、これコップだとして、こんな感じでさ、さっとセッティングできるかもね。あ、もう大丈夫。あ、最初硬くなってたんだわ、これ。多分ずっとガチャの中でくるまるようになってたから、硬くなってたんだ。もう大丈夫だ、ほら。もう簡単取れる。あ、そういうことね。いや、よかった。また硬くなったらもう力込めなきゃ、もう壊れちゃうの怖くてさ、まあ、プーさん戻すか。プーさん戻して、こんな感じだよね。あ、じゃあ逆だ。これ、プーさん、このお腹の出っ張りをこっちに戻し、まあ、断面図ね。こんな感じ。挟まってんだな。挟まっても可愛いじゃねえか、お前、プーさん。ということで、今回は、熊野プーさんのミイッケシリーズの開封レビュー動画でした。みんなもね、ぜひ発見したらやってみて、超可愛い。やっぱね、俺的にはティガーがおすすめかな。個人的今日のおすすめ、ティガーさん。ティガーいいなぁ、めっちゃ可愛いな。あとね、ザン、いいよ。いいよのこのポーズがすげえかわいい。いいよ。次のシリーズいつ出るんだろう。書いてないよね。裏にも書いてないよな。次のシリーズいつ出るのかちょっと知りたいよね。何出るのかも知りたいし。まあとにかく、まあ出るでしょう。近いうちに。あの、前回のさ、モンスターズインクからのやつからそんな時間経ってないからさ、まあ3ヶ月ぐらいだよね。これ3ヶ月ぐらい前にやったはずだから、また3ヶ月ぐらいで出るのかな。とにかく待ってようかな。いや、バズライトイヤー欲しいから、トイストーリーできれば来てほしいな。めっちゃ楽しみ、このミイッケシリーズ。すげえ可愛い。